信秀さんというと、もうこの壁一面に貼られたこの写真がとてもとてももう印象的なんですけど、はいはい、ちょっと出しゃばっと言いますけどね。いえいえですけど、こうね、もう断髪式の写真から、じゃあ北島三郎さん家族ですね。北島三郎さんの上の家族、うん、ご家族ですね。その横も北島三郎さんで、はい、下に来ると武田鉄矢さんがこちらいらっしゃいますね、はい、中村獅童さんとか、はい、すごいですね。これだけ大勢のこの各界の方がいらっしゃってる、これどういう、その北島三郎さんは北島三郎さん、どういうご縁からこういうものが生まれているのか、北島さんの例をとってですね、はい、お話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、もう北島三郎さんといえば、はい、私は38年前野台を始めた時から、はい、ずっと北島ラジオしかなかったから、はい、ラジオをずっと聞いて北島三郎の歌を聞き、はい、北島三郎の名前も知り、はい、私も今こそ今野台してるけど、はい、北島さんの赤の爪の赤でも吸って、はい、少しずつ近づきたい男になりたいなという夢をくれた人でもあったわけです、はい、ね、その方が博多座ができて、はい、こけら同士の時来られた時に、はい、20人近くでダーッと入ってこられたんですよ。うちのお店に、まあ、私のお店に、はい、その時の感動すごかったですよ。うわー、ね、念願の人が来てくれた、はい、もう私はもう北島さんが2階にダーッと20人で上がっていかれた時に、はい、私すぐダーッとついていって、はい、先生ようこそ、もうその時私はもう先生って言いましたね、はい、先生、お食事が済んだら写真場1枚いただけませんでしょうかって言うたら、はい、それで2時間ぐらいして、はい、置いてこられて階段またどん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 入ってきて、はい、その階段だからマスターってそれで来たら、ここに椅子を2つ北島さんが並べられて、はい、マスターここに座んなさい、はい、山本常時後ろに立てや、うん、小金丸正治後ろに立てや、はい、それで弟子の方が向こう側からバーッと写してくれた、写真を撮ってくれた、はい、もう翌朝も一番に早く起きて、はい、一番にはカメラに持って行って現像、はい、それで夕方それを取り入って、もうワクワクしない気持ちで取り入って、はい、店に帰って広げたら、はい、その写真がボケ取ってありますね。ピンボケしてた、ピンボケ、はい、もうかすかに、もう私はすぐ分かるんですけど、はい、かすかに北島三郎さん、山本譲二やなっていうのをうっさと、はい、もう残念で残念で、それをもうずっとお客さんに見せ大きく引き伸ばして、北島三郎ファミリー幻の写真って書いてですね、みんな見せたんですよ。あ、残念だ残念だ残念だ、お店の中で来る人、はい、来る人みんな見せた、はい、また博多座の人が食べに来る、また山本譲二が食べに来た時また見せる、はい、もうみんなそれがいつの間にか北島さんの耳に入っとったことで、はい、新集落の日に博多座から、はい、今から北島三郎さんがお宅の店に向かってますという電話があったんですよ。電話があった、うわー、頭で飛び出たら、はい、不安がゾロゾロゾロとついてきて、先生ようこそいらっしゃいませって言うたら、はい、マスターこの前の写真ボケ撮ったらしいね俺明日東京に帰るけん、はい、一緒に写真撮ろうかって言うて、この前に立ってくれて写ったのがあの写真ですね。あそこ赤い角の赤い写真ですね。赤いのれんのね、うん、赤いのれんさ、わあすごいなって、北島っていう男は焼き鳥の親父にもこんな心をくれる人かなと思って、もうその話を私半年近く、はい、みんなに話したんですね、その写真と一緒にね、はい、こうしてもらったんだよ、はい、わざわざ来たんだよと私のところに、なるほど、もうただもう話せば話せる自分の気持ちが高まるから、この自分の高まりの気持ちを北島三郎の耳に入れたいという気持ちになって、北島さんには下手くそな字やけ書けない、おこがましいっていう気持ちで、手紙が書けない、おこがましくて書けないと、書けない、はいはい、なら奥さんに書いてみようと、奥さんに思い切って便箋4枚3時間近く下手な字で、はい、小学生のように書いて送ったんですよ、はい、そしたら綺麗にこの返事が来まして、奥様からご返事が返ってきた、はいはい、それからもう奥様との手紙のやり取りが始まったわけですね、はい、北島さんがもう博多に来た時私に心をくれる、うん、そしたらそれを
手紙で感謝の気持ちを渡す、うん、でそして今度は北島さんに何か恩返しをしたいという気持ちがどん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 強くなって、はい、それでそこで北島三郎ののぼりを4本作ったわけ、はあ、で北島さんが来た時は1ヶ月間北島三郎ののぼりも博多座ののぼりよりいいですよ、お店の前に4本4本毎年立てて、それで最初建てた時に、うん、もう博多でちょっとにあの評判になったんですよ、はい、信秀の前に北島三郎の写真が毎日かかってる、はい、それで北お客さんがなんで、はい、だから実はこうこうこうで北島さんが私に心をくれたからその恩返しでしてるんですよって言ったら、うん、北島さんが20人ぐらいのまでドーッと入ってくるんですよ、それでマスターありがとうと握手してくれたんですよ、初めてこれ北島家族ですね、そういったら店におるお客さんがわ北島やがサブちゃんやがって言ってね、それからまたしばらく噂が立ちましたね、それからまた北島がどんどん心をくれるから、よしそんなまだと思って今度は7 4メーターの横断幕作って博多にようこそサブちゃんお帰りなさいって、今日も元気で頑張って、サブちゃんの会とか書いて、はい、あそこありますね、機内横断幕、横断幕、ね、横断幕、あれですね、ようこそお帰りなさい、あれが一番作ったんだ、はあ、あのお帰りなさいが北島さんにものすごい気に入っていただいて、はい、今で舞台であのこと話すんですよ、私のこと、博多は嬉しい、ね、俺は函館生まれやけど、うん、博多に来たら、うん、お帰りなさいという大きな横断幕で迎えてくれる人たちがたくさん、全国に一着しかないんですけどね、はい、背中に北島三郎、それで焼き鳥の部屋で書いて北島三郎大いに歌う感動の音声で書いて、それでこれを作った時に私は両面写真撮って、はい、北島さんのところに送ったんですよ、はい、先生こんな発表を作りました、はい、これから北島さんが博多に来られた時は、はい、この発表を着て、はい、あのお迎えします、はい、それで店で着ることもあるかもしれません、はい、どうかお許しくださいって一筆入れて手紙書いたんですよ、はいはい、それとは 3,4 日のうちに箱にいっぱいの梨がドーンと来た、梨が、はい、もうこれは、はい、あ、もういいよっていう証拠ですね、もうそれ認められたり堂々と今来てね応援してるんですけど、そうしたご縁がこう広がっていってのこういう写真の数々になっていらっしゃるわけですね、一つ一つが、はい、もうそういう一つのご縁で、もう皆さんとのお付き合いをされていらっしゃると、はい、やっぱね、もうね、よく来られましたという気持ちで、やっぱ接するし、うん、私も嬉しいし、うん、ね、で、また来てもらいたいという気持ちで接するから、うん、でそれで写真を一枚くださいって言ったら、喜んで写真撮ってくれるし、はい、もうサインは分かりませんから、はい、写真の方で、こうやってされるんですね。次の世代を担う日本人の若き、そのビジネスマンとか社長経営者、そういう人たちにですね、そのメッセージをいただきたいと思いまして、ぜひ一大先輩経営者としてですね、その商売を長年38年40年間してこられている先輩として、ぜひ何かメッセージをいただければなと思いましてお願いします。はい、自分との戦いだろう、自分との戦い、はい、ね、自分に負けたら全て負ける、うん、ね、自分と戦って一生懸命、ね、うん、もう泣くような思い、それで苦労したことが最後に金メダルを取ったような思いになれるように、うん、その苦しみが快感になるぐらいの、うん、その日を充実した気持ちで頑張れば、うん、素晴らしい一日かけて、その積み重ねが成功につながっていくんじゃないかと思うんですね。なるほど。先に苦労、苦労が先ってことですか。そうですね、うんうんうん。先に笑った方が負け、先に慣れた方が勝ち。なるほど。人生どちらかと思うんですね。なるほど。だから先に苦労して、努力した方が勝ち。先に笑うよりも、先に泣いて、後で笑った方がいいという。そうですね。今日みんなと仲良くできたとか、うん、お客さんとか仲良くできたとか、うん、がお客さんにちょっと冷たいこと言うたな、うん、店の前にちょっと強いこと言うたな、うん、という日はもう眠れないですね、うん、気持ちよくできた日は気持ちよく眠ることができる、うん、やっぱり自分に咎めるところがあれば、はい、なかなか
寝つきも悪い、はい、その日ね、はい、ああ今日よかった、素晴らしかった、頑張ったとね、自分を褒められるような一日を過ごしたいと思うね。ああよう頑張ったねというね、その気持ちが大事だと思うね。いやいや、今日は本当何かとても心にしみる話を聞かせていただきまして、本当に安岡大使ありがとうございました。ありがとうございました。またこの後よろしくお願いします。ありがとうございました。